はい、じゃあエンジンかけてください。皆さん、かけますよ。普通にアイドリングだな。そうですね、でしかも音が静か。静かだね、はい、今レーシングカーってすごいうるさいサウンドをイメージしている方がいるかもしれませんけど、はい、結構やっぱりちゃんと音のことも考えてるんですね。特にこのメルセデスは音が低いっていうのもあるんですけれど、そうなんだ。ただ一昔前は直感でしたから、はい、それに比べると今は触媒も入ってますし、そうなんですね、再検査も入っているので、まあ、全体的に音は、ね、かなり静かになってきてますよね。でね、今ねこの排気管から今音はこれ低い音が出てますけど、これがいわゆるサーキットに行くとどれぐらいの何回転ぐらいのエンジンを回すんですか。まあ、多分今これアイドリングが2000回転ぐらいだと思うんですけど、はいはい、で後で温まって空ぶかししても、はい、コンピューターの制御で車輪が回ってないと4000回転までしか回せないです。そういうもんなんですね、はい、安全装置が働いてる、まあ、安全装置なのか、まあ、どの地的なところなのかわからないですけど、で実際、さっきの走行中は7000回転まで7000回転まで上がるそうです。まあ、なので今日皆さんにはね、残念ながら4000回転の音までしか聞いてもらえませんが、そういうことなんですね。それでもね、結構こういうところで聞くとですね、はい、やっぱりね、違うからね、まあ、ただ音の質はね、ちょっと僕の好きな甲高い音とはちょっと違うんですけど、ね、なるほど、はい、甲高いエクゾーストサウンドとは違う、はい、まあ、よく F1 なんかをね、昔ご覧になってた方とか V12 とかね、はい、V 型10気筒とかありましたけど、はい、これは V 型8気筒で V 型8気筒 6.2 リッター、はい、6.2 リッター、すごい、6200cc、はい、なので比較的回転を回さずにとしてもこうトルクで殺していくような感じですね、はい、今何度ぐらいまで来ました？今33度、34度、ようやく今常夏の島まで来たね。いやでも良かったです。レーシングカーのラジエーターっていわゆる太い息が入ってませんから。ああ凍っちゃうんだ。要は0度を下回ると凍りますから。そうかそうか。朝凍ってね、水道管破裂じゃないですけどラジエーター破裂してたらこれできなくなるところでした。本当ですね、はい、やばいっすね、ラジエーターが破裂しちゃうって可能性もあるんだ、はい、確かにそうだよね。冬場のことはあまりレシーブが考えてないっていうか、まあ、そうですよね、はい、寒いのさ、はい、今日は3日目じゃないですか、3日目だね、今日最終日、ね、最終日なんで、今日は河野くんね、いつも FIA4 ドライバーの河野くんに振り回ってんだけど、はいはい、こんな貴重な経験できないと思って、ちょっと選ばれた男の子、司くんって言うんだけど、はい、司くん踏んでもらおうと。なんだと踏んだことあります？ピエールさん。俺もないよ。いやレーサーがメカニックしか踏んじゃダメでしょ。踏んでいいって言った。マジで。厚根美久さんのチームはすごくない。グッドスマイルさんは、司くん君はすごいぞ。すごいぞ。ちょっとこんだけ片野さん、はい、OK ですか。いやもちろんです。うわ、もう壊すつもりでね壊したら後でお父さんにちょっと連れてきてもらってですよこれ。もういやだってもうエンジンすでにかかってんだからね、はい、これねドキドキしちゃうよ。もう80度。はい、じゃあもうちょっと準備万端。ゆっくりね、ゆっくりね。すごいね、パパパとは乗れるもんだね。子供ってすごいな。足届く？あ、そっか、そういう問題があるか。大丈夫大丈夫、片岡さんもそれなりだから。そうだね、俺はこう見えて足長いんです。うお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 う。足首の
この踏み込みと話し方がそうそう、いいですね。いいですね。これは塚田君やってみてどうだった？楽しかった。いやー、やっと声出してくれた。よかったです。よかったよ。さっきまでマイク通してなすぐだけでしたから。ちょっと皆さん、塚田君にいい音出してくれた。塚田君に大きな拍手を送ってください。お父さんとこれちょっと、あ、じゃあこれだけ、これだけ渡してあげる。 ね、これほら、音すごかったからこれ持ってっていいかな。え、これ踏んでもらうと。これはちょっとそう。エンジンをかけてアクセル踏む。アクセル踏みます。届く？そうですよ、だからそれもちょっと今挑戦。じゃあまずちょっとエンジンをかけていただきましょうか。そう、これ特徴的なのがすごいのがあれですよね。もうボタン一つでエンジンがかかるんですよね。あの、絶対にシフトは触っちゃダメだよ。そう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 、その話だけはね、もうしたいです。そこら辺の人、あれだよ、ちゃんと逃げる準備だよ。あの、乗り込むときにあの、うかつにハンドル触ってパドルでも触ろうもんだろ、ヨーンって言っちゃうからね。じゃあ、お願いします。じゃあスイッチをまず入れていただいて。さあ、先ほどね、やっぱり、まあ、ちょっと朝よりもちょっと温度が上がりましたけども、はい、やはりこれマシンを動かすためにはやっぱり温度が、マシン自体の温度を上げなきゃいけないんですよね。はい、はい、暖気が必要なので、はい。大体どれくらいの温度ですか、これは。大体何とかでも何でもまでいくらですね。はい、はい、今何か言いました。今何かエンジン音にごまかされたのか。はい、50度以上。50度以上。さすがやっぱりそれはもうマシンということ、はい、でも本当に谷吉さんって車大好きで車のことたくさん知ってる。やっぱり PT プラスとか見てても、はい、そのイメージ。本当見てんの？めちゃくちゃ見てますよ。この前のオートサロンのやつだって見てるし、昨日もあったんだよ。昨日も僕は、いや、じゃあここに来てるから録画してます。撮るのにちゃんと録画してます。君の変なテレビはなかったのかね。ありますけど、ありますけど、昨日はあの、すみません、オリンピックのモーグルの決勝を見てました。なんだと。坂東さんに言っても首勘弁してください、勘弁してください。さあ、今温度がですね、少しずつ上がっていきます。これ、谷口選手、実際ね、こうやってまあ、マシンが本当に走ってるんですけども、やっぱりもうレースとして走ってるんですけど、これ買えるんでしょ、自分たちも。だから一般の方でもこれ、まあ、もちろんお金さえ貯めれば買えるんですよ、はい、あのこっちのこの3台は買えませんけど、はい、この車は、まあ、約5000万円ぐらいで買えるんですよ。まあ、こんな話もあれですけど、やっぱり乗ってる時ってそういう感覚で乗ってます、はい、5000万俺は運転してるんだ。ない。もうレースやってる時はもう勝つことしか考えない。チームを選ぶ時に、はい、そのこうクラッシュ費用をとやかく言うところには乗らない。いや、僕ね、なんかこうやっぱ谷口さんのこととかいろいろ CT のね、はい、選手の皆さんのことを調べてる時に、お、あ、準備ができそう、あ、ドア取れます、じゃあ取りましょうか。これ谷口さん、ドアも簡単に取れるんですよね。そうなんですよ。すごいですよね。すごいですか。すごいすごい。だってこんなイメージないですもん、はい、車自分たち乗ってて。あ、軽いんだ、しかも。しょうがない。じゃあこれ欲しい人。ちょ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 、いや、バカ野郎、手上げてないよ。やっちゃうから。谷口さん、そういうことやっちゃうから。さあ、ではちょっと OK、 じゃあちょっと秋人くん踏めますか。踏んでみましょう。気をつけて、ゆっくりゆっくり。パドルは触っちゃダメだよ。そう、パドルは触っちゃダメよ。では、おどうですか、踏み方。もうちょっと気をした方がいいのありますか。どうよ、5000万円の車のアクセルが踏み心地は。5000万円のチャンピオンカーのアクセルの踏み心地は。真剣になってて今、そうそう、楽しんでない。そう。あまりにも真剣すぎて。すごいね。でもどうすか、子供がこれだけ真剣になってアクセル踏む、すごいよですよね。はい、マフラーマフラーマフラー気をつけて。あ、マフラー気をつけて。はい、アキト君、皆さん、アキト君に大きな拍手を送ってあげてください。いや、彼相当真剣に押してましたよね。踏んでましたよね。どうですか、あの未来の若い衆の出来は。これはもうあの将来レーシングドライバーになるんだろ。これが来年来た時、初音ミクの服に変わってますよ、絶対。あれだぞ、君ちゃんと今から立派なレーシングドライバーになって、谷口のおかげでレーシングドライバーになりましたって言うんだぞ。おい、どうした、どうした、どうした、なんでだ。
どうしたのどうしたのね、何が起きた今、どうしたの、やべえ泣かしちゃった、いや違う違う、泣かしちゃった、どうしたどうした、どうだったどうだった、やってみてどうだったの、何がなんかすごかったか、どうだった、いや何でもいいよ、どうした、正直に正直に言ってごらん、どうだったマジ、これ今日俺反省しなきゃいけない、いやいやどうしたちょっと言ってごらん、どうしたの、怖かった、緊張したか、いや谷口さん、でもね僕こういうことなんだと思うんだよ、レーシングドライバーの皆さんって彼が感じてる緊張感の僕100倍くらい以上のことをすごいことをやってるっていうのを僕ね、彼が証明してくれたんだよ、それでチャンピオンになってるドライバーって僕ねやっぱりすげえんだと思った、だってすごくない、そうなんですよ、でしょでしょ、ね、すっごいすごいんですよ、すごいでしょいやごめんね、じゃあ一回お父さんとお母さんのところもらってごらん、はいありがとうね、いやでも谷口さん僕ね、はい、子供たちってやっぱ分かるんだと思ったの、はい、なんかすごいことをやってるんだなってやっぱり皆さんものすごい真剣だったもんね、そう、うん、だって僕たちがちょっとね